在韓米軍は大韓民国に駐在しているアメリカ軍の陸、海空軍部隊の総称である朝鮮戦争の際に国連軍主力部隊として派遣され戦後に引き続き駐在しているニクソン・カーター時代から削減が始まり90年代より世界的な米軍再編により段階的に削減されている朝鮮民主主義人民共和国では 南朝鮮共戦米軍、南朝鮮共戦米帝侵略軍と呼ぶ。ジョージ・ W ・ブッシュ政権は、在韓米軍の兵力の一部を、イラク戦争に投入した。2010年5月に再編後も、約28,500人規模の兵力を維持することが、決定されている。内訳は、陸軍2万人、空軍8,000人、海軍300人、海兵隊100人、特殊作戦軍100人。 スローガンは、ファイトトゥナイトである。反抗級は韓国における米軍の法的地位の歴史を次の4段階に分けている。これ以外にも、韓国国内では、米軍の駐屯費用の負担に対する反発が根強く、米韓の摩擦が続いている。作戦統制権も平時については1993年に、韓国による単独行使が可能となったが、戦時には、 米韓連合司令部がこれを握る。韓国では、米韓連合軍司令部の作戦党政権を主権の侵害として捉える傾向が強かった。また、韓国政府は、北朝鮮との軍事分解戦付近を中心に、広大な土地を米軍に対応する一方、米軍基地の周辺住民への保障や支援は、ほとんど行ってこなかった。こういったことが韓国における、 反米軍感情の温床になってきた。1999年9月29日、AP 通信が朝鮮戦争中米軍が韓国人民間人を虐殺した野軍事事件を大々的に報道し、2002年6月13日には、軽機動洋州軍鉱石面小村里で、米第二不評師団工兵隊装甲者による女子中学生2名の死亡事故が発生したことにより、 ロソクデモなど、反米運動の高まりが見られた。現在進行中の在韓米軍再編を基礎づける、米韓連合土地管理計画の目的の一つは、米軍駐留に伴う韓国国内の反発を緩和することであった。しかし、LPP による、米軍基地の集約、移転をめぐっても、少なからぬ摩擦が生じているのが現状である。在韓米軍は年次で、 韓国軍と合同軍事演習を実施している。在韓米軍には、その時局に応じて起こり得る有事を想定した作戦が存在していた。これらの作戦は、立案後に締結される条約や、共同宣言など社会情勢の変化により、現在では執行しているものもあると考えられている。ごく簡単にまとめると次のようになる。在韓国連軍司令官。 米韓連合司令部司令令部官を兼任する韓国は、米韓防衛費分担金特別協定に基づき、在韓米軍の駐留経費負担を行ってきた。2017年に就任したドナルド・トランプ大統領は、米軍が駐留する各国に対して、負担増を要請。韓国に対しても2018年以降、10度以上の負担額の増加を見据えた交渉が行われ、 2019年2月10日に1兆380億ウォンの負担を盛り込んだ仮協定の署名が行われた。期待としては全契約費8.2%増。期間は5年契約から1年契約と短縮されたものとなっている。2019年7月23日、ジョン・ボルトン国家安全保障問題担当大統領補佐官が来館。韓国側に 在韓米軍の経費負担増を働きかけたことが報道された。8月7日にはトランプ大統領が改めて韓国の負担増額について協議を開始したことを明らかにしている。2019年11月19日、米韓担当者による交渉が行われたが、韓国側は50億ドルとみられる負担額に難色を示したため、アメリカ側が席を立つ形で交渉を終えた。 2020年には交渉が妥結しない場合、同年4月より在韓米軍勤務の韓国人に対して無休給休職を通告する可能性があると通知している。2020年2月24日にはマーク・エスパー国防長官とテウケート国防省の会談が行われたが不調に終わった。その後も交渉がまとまらず、4月1日からは韓国人労働者、 約4000人が無給給食に追い込まれた。6月2日、アメリカ国防総省は韓国国防部が提案していた協定とは別に先に在韓米軍韓国人の人件費を韓国側が支払うことに合意した。2021年のジョー・バイデン大統領への政権交代後3月10日、韓国外交部は報道資料を出し、 第11回米韓防衛費分担特別協定について合意に至ったと発表した。1年以上続いた特別協定の空白状態が解消された。2021年4月23日退任したトランプ前大統領は在韓米軍の駐留経費に関する声明を発表。韓国から支払いを約束された追加の数十億ドルについて バイデン政権は支払いを求めることすらしないと、現政権を批判したほか、韓国のムンジェイン大統領についても、指導者、交渉人として弱腰だったと批判した。在韓米軍司令部がソウルから、移転傾起動、平沢で新庁社会監視識連合ニュース2018年6月29日、在韓米軍の主力部隊移転ソウル北方から、南方へ、 産経ニュース2016年7月18日、ユーザーグ、キャンプレッドクラウドイナキティベーションセレモニー第2、不評師団 Facebook2018 年6月21日、US ミリタリーリターンズプロパティツーサウスコリアン、ガバンメンツタースストライプス2015年3月25日、キャンプヨングオバルセクユリティハット、在韓米軍の中流系皮負担要約、仮署名期間1年、 韓国負担額8.2%増。連合ニュース。2019年2月10日閲覧。ボルトン氏の放管目的は防衛費。5倍を遥かに超える50億ドル要求。中央日報。2019年8月8日閲覧。米大統領。韓国の米軍駐留費負担。さらに増額も。ロイター通信。2019年8月7日閲覧。 在韓米軍駐留経費、トランプ氏が、韓国側負担の5倍増を要求。CNN、2019年11月15日閲覧。在韓米軍の駐留費、米韓両国が、協議も物別れに。AFP、2019年11月27日、閲覧。在韓米軍勤務の韓国人無給給食の、可能性もイコール駐留費負担決まらず米通知。 連合ニュース。2020年1月29日閲覧。米軍駐留費交渉韓国に圧力エスパーし、韓国人職員給食に。東京新聞。2020年3月14日閲覧。米、無給給食中の在韓米軍韓国人勤労者の人権費。韓国の支給で合意。中央日報。2020年6月3日閲覧。韓国側負担。 14%増で、合意米軍の中流経費。時事通信者。2021年3月17日閲覧。トランプ氏、文大統領を批判。指導者として、弱腰、AFB 通信。2021年4月24日閲覧。ありがとうございます。